FM 機能案から始まる沖縄県のサッカーを盛り上げていこう12月2日水曜日時刻は午後10時を回りました皆さんこんばんは沖縄県のサッカーを盛り上げていこうパーソナリティの小浜直穂でございますはいはい あのー、先週ね、ねちょっと番組終了後にこの毎月のお題ってちょっと発表できてなくてあのー、今週、こんなこと喋ろうとか言って1週間いろいろ考えていたんですが今日はねもう何と言っても高原でしょ <laughs> 俺だけがこんなに盛り上がってんのは <laughs> そううですねもう今日はもうなんだろう えー、12月のお題を決めていろいろ喋ろうといろいろ企画してきたんですがもうまずはね高原 <laughs> そして高原 <laughs> もう俺の中ではもう今日高原のことしか喋らないよみたいな感じでもう。も 腹をくくっていますので、はい、<laughs> 皆さんよろしくお願いしますね。もう、俺の企画なんてどうでもいいやと思いながら、はい、あの高原のことをちょっとごめんごめん、高原とか呼び捨てにしたらダメなんで、高原選手のことを、はいえー、がっつりお話ししていけたらなと思っていますので、皆さんよろしくお願いしますね。はい、じゃあ、えー、進めていきましょう。 はい、えー、沖縄県のサッカーを盛り上げていこうは、えー、サッカーを中心とした情報バラエティ番組でございます、えー、沖縄県のサッカー情報はもちろん日本代表からフットサルビーチサッカーそして女子サッカーやキッズまであらゆるサッカー関連のお話の中毎月お題を決めてワイワイ楽しく会をしていきましょうという、えー、まるで居酒屋で飲んでいるような緩い番組でございます、えー、午後10時半までどうぞお付き合いくださいませよろしくお願いいたしますねはいあのこのなんだろう 高原選手のね、沖縄県にっていう、このニュースか、出てきたときの、このちょっとびっくりしたこの度合いがね、もうすごくて、ちょっと1人でワーキャー、ワーキャーしてました、俺。<laughs> あの、県内に、えー、ちょくちょく来てるのは、はい、えー、なんだろう、いろんなところから聞いてたので。 あのー、あこのために来てたんだなって思うとうんちょっと納得できた部分も結構あるんですけどなんていうんですかねこの先週末かなそこではあの県内のうるま市だったかなそこのなんかイベントにも出てたらしいのでうんそうなんだねと思いながらいろいろちょっと楽しみだなと思ってますよ。はい じゃあ、えー、時間いっぱいまでねちょっと進めていきましょうね皆さん今夜もよろしくお願い致しますこの番組はあなたの専属トレーナーになります沖縄若田接骨院、うんえー、真心微味でご提供居酒屋魔純反乱中央のハンバーガーショップジムフガス以上各社の提供でお届けしますよよろしくお願い致しますねはいであのー、本当はようあのー、本当はようって <laughs> えっと県内のこのトップのカテゴリーでいるのが、まあ、FC 琉球でもうその次のカテゴリーになるんですけどそこにいるのがね今、えー、九州リーグに開放銀行のサッカークラブとあと、えー、FC 那覇っていうチームがね、えー、九州リーグでちょっと参戦しててあの戦っていたんですけどその辺をねちょっと1ヶ月通してお話できればなと思ってたんですけどもうね もう衝撃的ニュースが入ってきたので、そこの辺をまを、あえー、詳しく説明できたらなと思ってます。ただね、もうこれだけちょっと話しても、ちょっとあのー、面白くないというか、まあ他の、ねえー、ただ情報を伝えるだけなので、一応ですね、ちょっと反感を食らいそうなんですけど <laughs>、まああの、いい意味でちょっと捉えてくれたらなと思いながら、はい、今月のお題はですね、f c 琉球と沖縄 SV。 そうなんですよねこの高原選手が、えー、代表となって、うん、立ち上げてるチームの新しい名前が沖縄 SV っていうチームなんですけどまあ県内にはねここ今 J3 までカテゴリーで上がっている FC 琉球があるわけでして、うん、そことどういうふうなね、まあ、違いがあってどんな感じで進めていくのかなっていうのも踏まえながらまあ琉球はこんな感じなんだけど SV はどんななのかなとかうんちょっとね えー、比べていきながらいろんな話進めていけたらなと思ってますよ皆さんよろしくお願いしますねはい、えー、一緒に沖縄県のサッカーを盛り上げてくれる皆様からの緩いメッセージをお待ちしております、えー、現在お聞きいただいています FM ギナワのホームページより、えー、右上だったかな <laughs> <laughs> 番組へのメッセージリクエストをこちらと書かれたバナーをクリックしてもらうと、えー、メッセージを送ることができるページへと移動できますので、えー、懸命に、ね、沖縄県の作を盛り上げていこうとお書き添えの上ラジオネームもお忘れなくお送りください一応メールアドレ,メールアドレスいっておきましょうね7 9 7 f m g n o w c o m もう一度言いますね。アッットトマーク fm m g in n o o w a ド c でございます沖縄県のサッカーを盛り上げていこうに対する質問や、えー、お知らせ、えー、報告いろいろお待ちしていますので皆さんよろしくお願いしますね。はいで、あのー、ね、企画をちょっと変えてまでこの高原選手の新チーム発足の、えー、情報なんですけどまああのー。 12月1日付で配信されてまして、あのー、なんだろう、この度沖縄県に新しいサッカーチーム、沖縄 SV を設立することになりましたと、はい、高原さん、高原選手本人の、この、えー、なんだろう、コメントがちょっと紹介されているのでね、えー、伝えていきたいと思いますよ。はいえーとですね、で来週のこの12月7日、月曜日に、あのー、那覇市の方で、うん、発表の記者会見があるんですよ。 ね、で、時間がさ <laughs> ごめんなんで俺今嫌な顔したかっていうと行きたいんだけどよね月曜日の午後1時だわけもう仕事さね <laughs> 仕事しろよって感じなんだけどあーじゃないねな,なんていうのめちゃめちゃ行きたいんですよ行きたいけどさすがにね職場に、えー、あの宝の会見行きたいんだけど午後から休んでいいかなとか絶対言えないさね <laughs> でもねうんどうにか ね、あの都合を合わせていけたらなって本当に思っています。で、あの一応さこの記者会見の内容としては、なんで沖縄にさ新しくこのサッカーチーム立ち上げるのかということとか、あの新チームが目指すもの目標で、あのこの近い将来あと長期的な えー、将来の,この計画とかもうすでに、えー、ビジョンがね見えてるあ立てているビジョンがあるらしいのでその辺の発表だったりあと運営会社が、えー、沖縄 SV 株式会社およびこの関係者の紹介ってあるんですけどあの何、ー、だろううちのアンチのみんなもまだよく分かってない部分があるんですあると思うんですがそもそもね沖縄 SV って何なんだって。<laughs> そうだね。もうそもそも sv の略がよくうん。まだ浸透できてないのかな？<coughs> すいません。浸透してできてないのかな？という部分とあの自分も昨日からもうがっつり。この、えー、沖縄 sv 株式会社っていうのを何だろう、えー、ネットでね。検索したりしてみてるんですけど、なかなかこのまあ、会社としてまだ立ち上がってるわけではないんですけど、うんどうなんだろう？俺のところにまだちょっと情報が。 うまくまだ綺麗に入ってきてないのでうん紹介がスムーズにちょっといけないんですけどまあ記者会見の内容としては、えー、このね3点をちょっと主に、うん、紹介発表できたらなと思っているようです、えー、なぜ沖縄に新チームで新チームが目指すものはでこの沖縄 SV 株式会社とはっていうことをねあのー、この発表記者会見で、えー、伝え お伝えすることができたらなっていうふうに、えー、思っているようですで高原選手からの、えー、直のねあのコメントもありまして新しいサッカーチーム沖縄 s v を立ち上げることになりました、えー、高原康弘と申しますこの度は我々が、えー、記者会見させていただき新チームを設立しああ <laughs> 新チームを設立した趣旨や、えー、その思いをお話しさせていただくこといただ たく存じます。えー、年の瀬も迫るご,ご多忙の時期であることは重、えー、々承知しておりますがぜひ足を運んでいただけましたら幸いです。えー、ご検討よろしくお願いいたしますと。はいでこれ行ってからさ簡単にすぐ入れるってものではないみたいだわけ。あのー、この出席を、えー、検討されてる皆さんはあのー、一度ねこの連絡を入れて、まあ、そこからあのー オーケーとかかが出てくるのかな、うん、一度ご連絡くださいっていうのもあるのでこの、えーまあ、今ねこんだけ全国的に話題にもなってるので、まあ、沖縄 SV だったり、はい、高原選手で、まあ、この連絡先って出てきますのでうんちょっとね皆さんも検討して見に行ってくれたらなと俺が行けないからさみんなが行って俺に教えるっていう手もあるさね。 <laughs> <laughs> ねえよ、<laughs> お前自分でいけよって <laughs>、はい、<laughs> みんなに思われそうですけどうーん今ね、あの一つちょっと、えー、メッセージが来てますのでこれは誰だ,だ,だ、青いソニカさん、をっ、めましてだよね、きっとね、俺こんなの分からない、分かれってかすい <laughs> ません <laughs>、はい、青いソニカさん、ありがとうございます、SV って何の略ですかね、ねえ俺も分かんないです。<laughs> 申し訳ない、はい、一応なちょっとわかることもあるんですけどこの何て言うのかな俺からお話今はできないというかこのね、えー、がっつりこの記者会見発表記者会見をやりますっていうことまでやっているのでもう俺がここで喋ってしまうとねあのただの何て言うんですか <laughs> おっさんが <laughs> しゃべってましたよみたいな感じになるんで。 <laughs> はいあのー、来週の、ねえー、月曜日をちょっと皆さん心待ちにしていただけたらなと思いますよ。ね、行きたいな、本当にちょっと楽しみだな、面白そうっていうか、何喋るんだろうってううん本当に思いますね。で、やっぱりいろうんなコメントを見てみると、何で沖縄なのとか、FC 琉球どうなるのとかいろいろコメントが、ね、出てきたりしてるんですけど、うんまずはね、この。 月曜日の記者会見で、あの代表のね。高原選手が。どういうビジョンでこの沖縄県内にっていうことと、まあどこまでっていうことをね。また目標にしているのかっていうのが明確に見えてくると思いますので、それをね。ちょっと楽しみにしてたらなとできたらなと思いますよ。はい、青いさにかさんからまた来てますね。ありがとうございます。かっ笑いてきてます。すいませんね。あの <laughs> うまく紹介できなくて。<laughs> <laughs> はいありがとうございますメールの方ねえー、っとで一応この今月のお題にしています FC 琉球とねこの高倉選手が立ち上げている沖縄 SV まあ、比較していきながらっていうかまあ、えー、実際どうなるのか うん、今までどうだったのかっていうのをちょっといろいろね、あのーまあ、皆さんとお話できたらなと思っているんですけどまあこれはね個人的にも俺がラジオで喋ってるって言ってもまあ俺が個人的に思っていることなのでまあ皆さんからね、あのー、ご指摘があったり、えー、それは違うんじゃないかな音と,とかあったりいろいろあるとは思うんですけどまあそういうねちょっと場に,場になってくれたらなと思いながら喋れたらなと思ってますよ。うん そううななんだよね高原見たいいか一応、あのー、番組でもちょっといくつか紹介してはいたんですけど何回かねあの県内にも、あのー、県の、ね、サッカーリーグっていうのがちゃんとありまして、えー、1部2部3部あるんですよ。で1部が、えー、今9チームかなで2部が10チーム11だったかなが、えー、東西あ北南東西だったかなで2部が 二リーグあって3部が東西南北の4リーグあるんですよだから県内にもあのえそれだけでなん70チームぐらいなのかな約うん、えー、チームがありましてそこからねあのちゃんと段階踏んで3部2部1部って優勝したらまたあの九州リーグとかっていうふうにねあの上がっていくんですよでこの宝選手が、えー、新しく立ち上げるチームもこの 内のね、このちゃんと一番下のカテゴリーから進めていきますなんていうお話も僕聞くんですけどうーんどうなんだろうねこの辺の情報が、えー、またうまく僕のところに入ってきたらあの紹介していきながら皆さんからのねちょっとご意見とか聞けたらなと思ってますよはい一旦ここでちょっと CM に行きましょうかね えー、ちょっとまだまだねおしゃべりしたり,したりないところがたくさんありますので、はい、後半また、えー、皆さんと一緒にしゃべっていきましょう。一旦 CM でーす。 はいはい。えー、今週はあ、今月はだ。すいません。<laughs> 今月はね、えー、当初予定してたお題と変更しまして、FCDQ と沖縄 SV で、えー、お題としてね、進めていきたいと思いますよ。まだまだメッセージをお待ちしていますので、皆さんもよろしくお願いいたします。一つツイキャスが来ていますので、紹介しましょう。これ何て言えばいいの上野さん当たってる大丈夫 <laughs> 一方、追行だーダーに確認するなって感じだけど、お疲れ様です。鹿児島から来ました。どうも。 こんばんは初めましてあのはい沖縄県はただいま午後10時16分です <laughs> 一緒だよや <laughs> はいはいええー、まあこんな番組ですが <laughs> どうぞお付き合いくださいよろしくお願いします <laughs> はいで今今月の、えー、お題でねあの fc 竜宮と沖縄 sb っていうまあお題でねえーざっくりやっていきたいと思うんですけどなんだろうねこの もちろんやるからにはトップのカテゴリー目指すと思うしそれはあ公言しているのであの沖,縄県沖縄から、ね、このトップリーグで J1 で、まあえー、活躍できるチームを作っていきたいということはもうすでにあの表明しているので、まあ、ただ、言っても、ね、今現在 FC 琉球がこの役割というか沖縄県内の役割を担っている部分もも,もちろん、まあ、自負しているのかなと思う部分もあるんですよ。 うんでんで本当にねやっぱりみんながなんで沖縄なんだろうって思うことはね結構大きいと思うんだけどまあうんいろんなお話があっていいのかなと、うん、俺は思ってますしあのー、県内にねチームが増えるってことはそんなに悪いことではないのでうんまあ本当にね、えー、月曜日のこの記者会見で。 どうなるのかっていう展望を、まあ、確認してからになるのかなとは思うんですけど、うん、楽しみの方が大きいかな。で、あのー、簡単にちょっと f c 琉球と沖縄 SV のね、えーまあ、比較というか、うん、いいところ悪いところみたいなね、あのーまあ、俺なりに、まあ、個人的になんではあるんですけど、まあ、f c 琉球ができて沖縄県内もちろんね良、あのー、かったところっていうのはたくさんありまして、まあえー、f c 琉球がこの J2J3 に上がっていく上でいろいろね、あのー、クリアしていかなきゃいけない部分って結構あるんですよ。まあその中であの各カテゴリーの何、えー、だろう充実したものができていないといけないんですけどこのなんだろう各カテゴリーっていうのはもちろん、あのー、今 J3 で戦ってるトップチームのね、あのー、ことだったりその下のねユースだったりキッズだったりっていうところの充実性だったり。 あのー、まとまってる部分もやっぱあるのでその辺を考えるとやっぱり底上げからね FC 琉球が沖縄県のサッカー自体を、まあ、盛り上げながら強くしていってるっていう部分は絶対的にあるんですよ。うん、でやっぱり、あのー、子どもたちはねそこを目指しますし、あのー、そこでねプレーしたい、あのー、やっぱり思うので明確にねこの身近にプロチームがあるっていうのはやっぱり、えー、子どもたちの。 憧れだったりこのもっともっと強くなりたいっていう意志のねあの直結した思いになりますので絶対的にこのチームが出来上がったことに対してはプラスっていうこともうんやっぱいっぱいあると思うんですよで、えー、この辺もね、あのー、いろいろ、まあ、毎週来週再来週ってお話ししていきたいんだけどまあ言ってもさまあ俺が俺のだよもう申し訳ないんだけど FC 琉球の 悪いところというかまあくないところうもう多々、まあ、<laughs> あるんですけどまあその中で、まあ、俺自身がやっぱりめちゃめちゃ思うのは沖縄県でサッカーやってる、まあ、自分の世代だったり自分より下の20代から上ぐらいの人たちが琉球の試合ってなかなか見に行かないのよね。うーん 県内でサッカーやってるこのフットボーラーがエシリキをちょっと本気で応援していないっていうのがやっぱり大きなデメリットというかうん全国ではそんなことないと思うわけよねあの同じ J3 でもね上がったえ山口デルノファーだったりこの今入れ替え戦あ終わったっけこの町田だったりさうんやっぱり人口のひなんだろう差って極端にあるとは思うんだけどうーん。 なんだろう、ね、この「俺らが毎週琉球の試合見に行ってるか」っていうとそうではないまあ自称サッカーばかですが <laughs>、ね、毎週行、うん、ってるではないので、うん、その辺にねこのギャップというか、うん、感じてしまう部分がやっぱりあってでなかなかうまく伝えきれない部分もあるんですけどもっとねこの、うん、まあ 応援する側サポーター側の人たちも含めてなんだけどもう少しねあのまだ応援する方もプロにプロのチームを応援するっていうことで近づけていけてないこの地域としてまだ根付いてないあのなんだろう FCD 級側でいいとかじゃなくてさうーんいろいろあると思うのねただあのやっぱり比較してくや悔しい部分はめちゃめちゃ出てくるんですけどまあ あの強い弱いだけではなくてさあのバスケットボールのキングスがあそこまで県内で盛り上がってるのと琉球がねあそこまでっていうのがなかなかあの俺の中ではあの腑に落とせない部分っていうのがやっぱありあるんですよね。な、うんだろうこの差って思いながらちょっと寂しく試合を見たりすることはあるんだけどただ。あの 毎週、ちょっとずつ、ね、お話しさせてもらっているように、まあえー、スタジアムを、ねえー、回収してやっぱりナイターの試合が見れるって思うだけであの雰囲気はやっぱりとてもうんすごいなと思うしあのワクワクもやっぱ倍増したしさこれから楽しみっていうのが絶対的にいっぱい出てくると思うわけ、うん、でもやっぱりあの強くないからだけじゃないような気がするんだよね。 うーんだからこの辺をちょっとみんなからの,、ね、あのメッセージとか意見とか聞きながらああなのかなとか思いながら話していきたいなと思ってますよ。はい、で、えー、もう1つちょっとツイキャスが来ているのでこれは誰だ青いソニカさん、ありがとうございますね、もう申し訳ないです。はいえー、沖,縄沖縄出身の選手がたくさんいたら応援き行きそうですけどねって、うん、そうなのよね。 1>, 今シーズン1人だけだったので金城君はい金城、えー、クリストファーつきだったかなうんだけど、まあ、なかなか試合も出れてなかった部分もあるんですけどそうなのよねだからでもあのー、なかなか難しいとは思うんですけどこの県内のサッカー選手っていうのがあのー、まあ56人所属してるシーズンももちろんあったんですようんだけどうんそうだよなキングスは 県出身の人が、ね、半分ぐらいいて、まあ、実力も優勝もしてとかいろいろあるからっていう部分も、ね、もちろんあるとは思うんですけどね、うんえー、ソニカさん青井ソニカさんがおっしゃってくれてるようにそうだよね県出身のこのプレイヤーが、ねえー、出てこればねっていうのもあるのかなでもそうね親って思った人も多いと思うんですけど俺親って思うのがちょっと今遅かったんだけどさやっぱガラン選手が沖縄に、ね、戻ってきて。 まあ沖縄のためにこの雪のためにってやったシーズンもうーん考えるとやっぱりどうなんだろうね日本代表元ではありますがこの日本代表まで上がって選手がこの沖縄のためにって戻ってきてうん集客がもちろんね上がったところはあるんですけどやっぱ期待してたというかもっともっとうん俺自身は上がると思ってる部分も上がったんじゃないかなと思ってる部分今でも。 うん感じてるんですけどねあなんかね FC 琉球の応援ってやっぱり俺の身近でサッカーしてる人間がなかなかがっつり応援してるの少ないのかなって思うのがちょっと現状かなと思いますね。うんであの沖縄 SV がさできて、あのー、よかったなって思うこの何て言うのかな期待できるところっていうのもやっぱりいっぱいあると思うんですよ。で あのー、もちろんね、あのー、琉球と戦えるぐらいのね、あのー、カテゴリーまで上がってとかももちろん絶対的に必要だと思いますし何、あのー、て言うのかな同じぐらいのねもちろんそこに目指してる県内のチームもあるんですよ、えー、と九州リーグにずっと長い間参戦してる海保銀行のサッカークラブだったり先ほどもねちょっとお話したあのー、f c 琉球さんだったり。 <laughs> FC、那覇だ <laughs>、あったりするので、そこにね、追いつこうとしてるクラブチームが、県内にももちろん、んあるんですよって、その中で、なぜ、やっぱりね、気になりますね、なぜ沖縄に。 うん、新しいチームを作るのかうん月曜日やっぱり楽しみだなって思いますね記者会見行きたいんだよなどうにか <laughs> これはもう俺の俺個人のことなんでここで俺がどうにかとか言ってもね皆さんにはどうにもならないんですけどねうんでも本当にこういったことをなんだろう他のねえー、ところとは違う角度から自分が感じたことを、まあえー、番組でね紹介していきたいって思うのがまあ この番組の趣旨なので、うん、できるだけちょっといけるなら頑張っていってからさ、うん、番組でちょっと紹介していけたらなと思ってますよはいえー、なんだろう <laughs> いろいろ喋ってきましたけど今週もね残り時間がちょっと少なくなってきましたのではい、えー、この辺でちょっと番組の締めにいきたいと思いますよそうですねもういろいろ喋りたいことがあったんですけどやっぱり30分ってこんなもんかもしれませんねももう皆さん、えー、今日も 聞いてくれて参加してくれてありがとうございましたはい、えー、今夜のお題はね今月はごめんなさい今月のお題は、えー、FCDQ と沖縄 SV で、えー、1ヶ月届けていきたいと思いますので皆さんよろしくお願いしますねはい、えー、今週もちょっとロスタイムが残り2分切ってきましたのではい、えー、この辺でちょっと締めたいと思います皆様お付き合いいただき本当にありがとうございましたこの番組はあなたの専属トレーナーになります沖縄若田接骨院 ビミでご提供居酒屋ゅん反乱注意のハンバーガーショップちむふがす以上各社の提供でお届けいたしましたよ。はい、えー、記者会見に行ってきてうん来週ねもう少しちょっといろんなことをお話しできたらなと思いますのではいちょっとだけ時間が余っているので。えー <laughs> すいません、あそうだよ今日これも花さんやばいあともうちょっとしかない <laughs> 皆さん見ましたあのチャンピオンシップの第一戦ガンバ対、えー、サンフレッチェちょっとね出てくるまで見てたんだけどガンバかかってたんだけどこの俺がここに来るまでの間に逆転されてましたねサンフレッチェ、うん、自力出してましたねびっくりしましたあの番組でもねちょっと紹介してますけど県出身の JD がーー赤嶺選手がガンバに会いますのでまあ、えー、今日の 決勝の初戦と先週あった準決勝にちょっと試合には出てないんですけど、まだまだね。ちょっと出る可能性は高いので、今週のね。土曜日にまた第2戦広島でありますので、テレビ中継もありますのでね。皆さん、この赤嶺選手出てきた時にはちょっとみんなで盛り上がって応援してくださいよ。よろしくお願いしますね。はい、ここでちょっと時間がもうなくなってきましたので今週はこの辺で締めたいと思いますよ。本当に皆さんね。あの聞いてくれてありがとうございます。また来週も聞いてください。おやすみなさい。